宝泉寺は、室町時代に、神奈川県鎌倉市宝泉寺が谷にあった、臨済州の寺院である。三号は、竹園山。関東実設であった。畠山国清の会期、元安領土を解散とする。当時の宗師は、畠山国清が1353年から1361年まで、関東出事の職にあり、一方、 元安良道は1360年69歳で、没死しているので1353年以降、1360年までの、間と考えられる。同右り女宝社教さんには、女宝社教の権葉、朝夕陰林の右りとして、されば、普賢大師十羅説女、二世二天三十番神、十二神将王の王の一一の、養護を垂れたものとあり、 釈迦山尊安置の仏殿以下流星を誇る、ガラン諸物、書店の様を忍ばせる。1351年11月20日当時に対し、武蔵区に小ス間軍靴子号の自当職が安堵されている。1353年、畠山国清は、宝泉寺の訴えにより、同寺領伊豆国狩の僧を交付せしめている。1353年宝泉寺長老は、 伊豆国主禅寺の伝道を新築し、天下の太平を祈った功を、足利高氏より奉せられて、聖学坊を達中としている。1361年道の区国女法寺が、当時の末寺となる。1363年鎌倉御所も当時は、東国下祖被軍を寄せている。1386年関東実設に列せられた。 近世の資料では、県庁寺本末廃会改め波長に、負け改め実設総集鎌倉大喜多に言う宝泉寺、とある。宝泉寺が廃寺となった年は分かっていない。1547年北条氏の鎌倉大官、大道寺聖省が宝泉寺再興のために、敷地として土地を寄進し、北条氏康の寄進地と合わせて300匹の地を宝守庵に渡し、 翌1548年に、この開地を泉が谷に与え、翌1549年には、同所の畜牧の伐採を禁じたりしているが、この再高がどうなったかは明らかではない。東京都港区麻布の阿弥陀寺にある金は、元宝泉寺の金であり、名は清津名、正積、中高は、物ノノ道工である。この名によれば、当時の住職は元安良道であった。 A.B. 新編鎌倉市 1915P91ISBN4 から874492304監達人、川添武竹種、鎌倉廃寺時,時点有林堂、1980年ハット ISBN4 から874492304監達人、川添武竹種、鎌倉廃寺時,時点有林堂、1980年ありがとうございます